衝撃の結末除草剤で異世界に閉ざされた損保ジャパン副社長がビッグモーター作成で地球破壊。あなたが皆さんにお伝えしたいのは、もしものことが起こったら大変なことになるかもしれないということです。今回損保ジャパンの副社長が除草剤で異世界に飛ばされ、そこで自らの野望を果たすためにビッグモーターを作った結果、驚愕の結末が待っていたのです。この副社長は、ビッグモーターを作るという夢に取りつかれ、息子のために異世界で実現しようと試みました。しかし、この異世界は、実は、副社長自身が夢見ていた未来の地球だったのです。驚きですね。副社長は、自分のビッグモーターを使って、地球を破壊させてしまいました。その結果、私たちが住む地球は、危機的な状況に陥りました。まさか自らの手で地球を滅ぼすとは衝撃的ですね。しかし、この物語はここで終わりではありません。副社長は、ビッグモーターで、異世界の神々の怒りを買ってしまったのです。怒った神々は副社長を呪い、彼をビッグモーターに変えてしまったのです。先ほどの驚き以上の衝撃的な展開ですね。そして、さらなる展開が待っていました。ビッグモーターは、なんと、異世界で、魔王の復活を引き起こしてしまったのです。魔王は、副社長の息子を人質に取り、地球の滅亡を要求してきました。これは、まさに絶体絶命の危機ですね。一体どうなるのでしょうか？この事件が明るみになった場合、ビッグモーターは倒産し、てしまうのでしょうか？それとも、何らかの形で事態を収束させることができるのでしょうか？ビッグモーターに関する疑問や懸念が広がっています。例えば、ビッグモーターは、反社のフロント企業ではないかという噂もあります。このような状況下では、ビッグモーターの信頼性や存在意義についての議論も高まっていることでしょう。最後に、私たちが普段利用しているビッグモーターの車についても言及しましょう。現在、ビッグモーターの車は安価になっているのでしょうか？これからは注意が必要ですね。というのも、このような悪行が明るみに出てしまっている状況下では、ビッグモーターの車の信頼性についても疑問が浮上することでしょう。このような衝撃の結末について、皆さんはどのような思いを抱きましたか？私たちが日常で当たり前に利用しているものが、一体どのような事態を引き起こす可能性があるのか考えさせられる出来事でした。参考情報、ビッグモーターは営業中ですか？こんな悪行が明るみになっても、ビッグモーターは倒産しませんか？知恵袋、ビッグモーターは、ビックリモーターに改名した方がいいですか？中古車販売会社のビッグモーターは、この先どうなると思いますか？ K、知恵袋、ビッグモーターは、反社の、フロント企業と耳にしましたが、ビッグモーターの車って今安くなってるんですか？知恵袋動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。